アミューズブーシュ、またはアミューズブッシュはアミューズグールともいい単体で供される一口大のオードブルの一種。食前酒とともにつまみ、ないし、突き出しと説明されることもある。アミューズブーシュは客がメニューから選んで注文するオードブルではなく、シェフの独断によって内容が自由に決められるものである。 アミューズブーシュはしばしば店が提供する無料のワインと共に供されるが、これは客に食事を食べる準備をさせ、また、シェフの料理術へのアプローチの片鱗を見せるためである。もともとフランス語で口を楽しませるものというのが文字通りの意味である。複数型はアミューズブーシュともアミューズブーシュともなる。フランス語では会話においても書き言葉においても アミューズグールの方が正式な用語とされており、アミューズブーシュは1980年代に使われ出した遠極法的な過剰修正によるもっぱらレストランのメニューにだけ使用される表現とされているが、これはグールが独立した単体の単語としては動物の口を意味し、口や顔を指して部別的に用いる場合もあることに由来している。日本語では単にアミューズと呼んだり、 中黒を用いて、アミューズブーシュ、アミューズブッシュ、アミューズグールなどと表記されることもある。アミューズブーシュは、ヌーベルキュージーヌの動きの中で、コース料理の中で一品としての位置づけを高めてきたものであり、コースの中では小さいこと強い風味を持った品であることが強調される。アミューズブーシュが他の一般的なオードブルと異なる点は、 小さく、通常はほんの一口か二口で口に入り、事前のシェフの見計らいによって用意され、テーブルについた客全員に無料で供されるといったところにある。アミューズブーシュの役割は、例えばオリーブを何個か乗せた小皿やタップナードの一盛りといった、より簡略化された形で果たされる場合もある。いずれにせよ、アミューズブーシュは、シェフの技量やショーマンシップの見せ場となることが多く、 レストラン間の競争が厳しいと、この傾向は強くなる。ニューヨークの有名シェフの一人で、世界中に系列店を構えている、ジャン・ジョルジュ・ボン・エリヒ店は、偉大なシェフにとって、アミューズ・ブーシュは、自分の大きなアイデアを小さな一口で表現できる格好の手段なのだと述べている。アミューズ・ブーシュは、ミシュランガイドの星付きレストランで提供される正式な、 メニューに対して予想外のおまけとして供される一品として、いずれかの時点で注目されるようになったものであるが、ニューヨークタイムズ紙では、1999年以降は料理を紹介する際に、括弧書きでこのコースについても言及するようになっている。アミューズブーシュはオーダーが入った直後、ないし、メイン料理の前に、すべての客に供せるだけの十分な量を用意しなければ、ならず、 レストランにとっては段取りが難しくなってしまうこともある。店によっては迅速かつ大量に、また盛り付け用の器もそれぞれ特別なものを用意して準備をするためにもっぱら、アミューズブーシュだけを用意する調理台が必要になることもある。興味を引くような平皿、デミタスカップ、アジア風の大きなスープスプーンなどはアミューズブーシュの器として人気が高い。さらに本来、 客を楽しませるために供されるアミューズブーシュである以上、調理場は客の好き嫌いや食物アレルギーにも対処しなければならない。ありがとうございます。